読ませていただきます。松倉さん、二重ダンサーにお金もらったんで布団ジャイムおすわけ800円買います。どういうこと、二重ダンサーがお前に渡すわけないだろう。ちょ、何言ってるか分からんか。まあありがとうございます。カイカイさん、マニアは無職なんだけど火曜に初めての一次面接があるよ。不安だけど応援してくれて嬉しいな。頑張れ若き力が。これからきっとね、そう、このしみったれた日本を何とかしてくれると俺は信じてる。俺のためにも頑張ってくれ、応援してるぜ、感謝します。セリマンティーユさん、もう遅いかもしれんが高い声出にくい時にこの喉ストレッチをやったらめちゃくちゃ出やすくなったよ。個人差があるかもしれないけど、これ昨日教えてくれよかったのに。コピーしときます、返します。オクラさん、新年から神やからやと、にあげる、返します。転生したらバカ脇があったけん、にあげる、返します。何のスキルもないじゃないか、そんなのバカ脇がしかねえじゃないか。一輝さん、お年玉です、にあげる、返します。ツナさん、こうやげる、返します。田中太郎さん、高音に苦しいおじさんを見てるのが一番楽しい。いつか気が向いたら平井堅のノンフィクションお願いします、にあげる、返します。名前は26さん、2023年1月9日になりました。今日俺の30歳の誕生日です。ぜひともお祝いくれたら嬉しいです、今あげる、感謝します。名前は26さん、30歳、味噌汁ですね、おめでとうございます。30歳になったら何かが変わるとかはないです。自分自身が変わったりとか、自分自身が何かに、こう目標に向かっていくっていうのがね、まあ、一つ自分を変える何かかなと思ったので、ぜひですね、名前は26さんの2023年1月2023のね、目標達成できるように祈ってます。ありがとうございます。大夢、小夢、大面さん、冬フェスありがとう。ポタは寒いけど心温まる配信だった。マッツ、いや、マッツ、今年もよろしくお願いします。ドリグルが楽しみや、ごやげる、感謝します。ありがとうございます。モチさん、ごやげる、感謝します。オカチマンコさん、懺悔します。布団ちゃんのライブすっぽかしてまで新宿のお気に入りの手で行っちゃったよ。本番行けると思ったけどできず、ホテルで泣きながら参加してます。懺悔の夜です。いや、大丈夫です。そういうことはあるよね。うん。わかるよ。今日はちょっと、スマタじゃなくていけんじゃねえかなって、うん、俺はそういうの分かるから全然大丈夫だよ。マスズバークマンさん、ありがとう。布団ちゃん、にあげる、返します。ホイホイさん、マジ布団ちゃん大好きです。今日の配信ありがとう、にあげる、返します。高田健志郎くん、松本くん、今日は村もこちゃんに会いに行ったよ。可愛かったね。今まで知らなかったんだけど、誠と僕は誕生日近いんだね。誠の写真は縁に入れて飾るよ。なんで会いに行ったの。なんかそういうイベントだったんですか。もうすごいっすね、にあげる、返します。よかったね。エクセちゃん、にあげる、感じます。シミだらけのだけまかさん、ライブ開催おめでとうございます。初詣で引いたおみくじが大吉が出て金運に、今が勝負時とあったのですが、すでに競馬で負けまくってます。いつ僕に大金が降りてくるんでしょうか。チミチミチマチマ働くしかない、にあげる、感じます。競馬で人生豊かになった人を俺は見たことがない。田中太郎さん、本当に好きな人と付き合ってもうすぐ3年になるんだけど、なんか最近冷たいよ。好きな人に好きって伝えすぎるのも良くなかったのかな。1000人あげる、感じます。どうなんだろうな、これな。うん、俺は悪いことじゃないと思うけどな、好きな人に好きって伝えることはな。なんだろうな、好きな人に好きって伝えていいじゃん、別に。うん、ねえ、好きな人には好きって伝えるんだわ、その思いが叶わなくたって、好きな人に好きって伝える、それが一番世界で素敵なことさですよ、ってアクアタイムズも言ってたんで、俺はいいと思います。待って、どうだ、どんちゃんにこれ見てほしい。ちょっと YouTube はちょっと今度見ます。200円感謝します。ナムナムでございます。新宝島、200円感謝します。ちょっと歌えなかった。うん、新宝島、にわかなんで。抜け兄さん、俺が布団の嫁になってやるよ。200円。ありがとうございます。気持ちだけで嬉しいです。木工のケツさん、ケンシロウがインハクと歌えってオプチャで言ってるぞ。歌ってやる。ちょっとよくわかんないです。この曲よくわかんないです。うん。ナビちゃんさん、いつもありがとう、松本君。今日の松本君を見てたら、ライブ後のボーカルマイクを匂って、ボーカルのマイクを匂って毛が飛びかけた過去を思いました。松本くん大好き、ワキワキ、言わける、感じます。何言ってるか分かんないです。アナルファックマさん、イマジナリー彼女と付き始めて5年が経ちました。成人式の時に嘘をついて生み出してしまった架空の彼女ですが、そろそろ嘘をつくのが難しくなってきました。もう別れた方がいいでしょうか、言わける、感じます。別れた方がいいんじゃないですかね、うん、イマジナリーですから。マニアオの賃料バイオ TV、
神殿のエヴァ対ゴジラを打って6万勝ったので押すわけです。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。大山さん200お願いします。ここかな。大山さん200お願いします。尾崎さん待ち合わせ最高のライブをありがとう、愛してる800お願いします。テンプルアーツさん、布団ちゃんこんばんは、いつも楽しい配信してもらうと布団ちゃんの2公演だけど今日長女が成人式だったんだよ、よかったら祝ってください。はい、マジかいやおめでとうございます。マジかよいやね、一番ぶっ刺さりました、皆さん本当にね、こんな布団ちゃんを今年もよろしくお願いします。本当にね、今日はありがとうございました。また春先にスプリングフェスでお会いしましょう。おやすみなさい、いい夜を、さようなら。